さあ攻撃攻守方向変わりまして、磯のスーパーサーズ左から攻める形で攻撃権更新のセカンダウン3に入ります。さあパスプレーを展開、失礼しました、セカンドダウン5にの状況でした。ここで右に展開したワイドレシーバー4番にパスを通しまして攻撃権更新です。磯のスーパーサーズファスター、見事なパスを投じましたのはクォーターバック18番の田中、岐阜大学出身。取りましたワイドレシーバー4番は1の同じく岐阜大学出身の、文字通り大学の指定コンビのプレイヤーによります攻撃権更新です。ここでホイッスルが鳴っております。現在フィールド上に負傷者が発生しましたためレフリータイムアウトが入っております。試合再開となります。磯のスーパースターズ自陣30ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ここで磯のスーパースターズ中央へのランプレーを展開。ラニバック24番、相手ディフェンスのスケアをすり抜け、一気に攻撃権更新としています。磯のスーパースターズファーストダウン。見事なランで攻撃権更新を果たしましたのは磯のスーパースターズ25番の宮部、北海道大学出身。さあ攻撃権更新をされております。磯のスーパースターズ自陣41ヤードからファーストダウン10。不成功。ここでクォーターバック1は18番、一気にロングパスを展開しました。右に展開したワイドレシーバー4番へのディープパスです。パスでしたがこのパスは不成功。パス不成功によりセカンドダウンに変わります。磯のスーパースターズセカンドダウン10。ここで中央へのランプレー、ロングパスの裏を突く形でここで中央のランを加えました。ナニバック27番、密集点突破を図りましたがゲインは3ヤードになっております。キャリア27番は東、京都工芸繊維大学出身。磯のスーパースターズサーダウン7。キュービーサーククォーターバック18番、ここで身構えてパスを投じんとしましたがここでホークアイ陣ディフェンス陣が殺到、最終的に92番がキュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。見事 QB サックを決めましたのはホークアイ92番の白石、神戸大学出身。磯のスーパースターズパントフォーメーションに変わります。フォースダウンロング。このパントはホークアイフェアキャッチ、リターンせず自陣36ヤードからの攻撃という形に変わります。
磯野、攻撃にも突破口を見出さんというところでしたが、しかしここはパントで終わっております。さあ攻撃権変わりまして、初田防災設備崩壊の攻撃に変わります。ボールオンは自陣37ヤードから初田防災設備崩壊ファーストダウンテン。さあ中央のランプレーですが、ここは磯野もディフェンスを踏ん張ります。好調な中央のランプレーからまず入りました崩壊でしたが、ラニ枠22番のラン、ここは食い止められております。ゲインは2ヤードほどとなっています。初田防災設備崩壊セカンドダウン8。ここでドロープレーを挟みます。パスに見せかけたランプレー、キャリア22番に託しましたが、このランに、磯野59番見事対応しまして、ゲインは約1ヤードほどにとどめて、失礼しました、1ヤードロスに変えております。見事な対応をしましたのは、そのスーパースターズ59番の中川、金沢大学出身。初田防災設備崩壊サーダウンライン。パス成功ファースター。ここでクォーターバック3番縦に切れ上がりました。ワイドレシーバー11番にパス。これを11番スライディングキャッチしまして攻撃権更新です。初田防災設備崩壊ファースター。見事なキャッチを決めましたのはワイドレシーバー11番の広吉、立命館大学出身。初田防災設備崩壊相手陣43ヤードからの攻撃に入ります。ファーストダウンテン。パス成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則発生地点から10ヤードのバッタリとなりまして、ファーストダウンやり直しです。初田防災設備崩壊ファーストダウン20の状況で試合再開です。ボールオンは自陣46ヤード。ここで左に展開したランニング枠27番にピッチしまして、27番左オープンに展開。その走力で前進図りまして、約5ヤードほどゲインとなっております。キャリア27番は斉藤、関西学院大学出身。初田防災設備崩壊相手陣49ヤードからセカンドダウン15。さあまだ行きます。まだ粘る、振り切るか、ビッグゲインファースター。ここで中央へのランプレーをキャリア27番に託しました。27番、この期待に応えまして相手タックルを振りほどき大きくゲイン。攻撃権を一気に更新としています。初田防災設備崩壊ファースター。素晴らしいランを決めました。ランニング枠27番は斉藤、関西学院大学出身。
ここで磯のスーパースターズが前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まずは磯のここで状況打開を図らんと、まず前半1回目のタイムアウトをここで取りました。さあこのタイムアウトで磯野、その状況を打開になる調整ができたでしょうか。攻撃権は初打防災設備ホークアイとなっています。ホークアイ相手陣27ヤードからファーストダウン10。パス不成功、パス不成功の判定です。ここで崩壊は一気にエンドゾーンとサンスするロングパスを投じましたが、しかしこれはその見事にカバーしパス不成功と変えています。発射防災設備崩壊相手陣27ヤードからセカンドダウン10。ここでクォーターバック3番ハンドオフウェイから自らキープ、右オープン展開をしまして約5ヤードほどゲインとしています。見事なランを決めましたのはクォーターバック3番の奥野、関西学院大学出身です。ここで負傷者が発生しておりますのでレフェリータイムアウトが取られております。本日は電波状況非常に不安定な配信となっておりまして誠に申し訳ございません。残念ながらこの状況は現時点配信を始めております状況では解消できませんので、この状況で試合の経過をご覧いただければ幸いに思います。後ほど録画しておりますものを、クォーター単位でカットしまして、試合の方では後ほど投稿させていただきます。このアーカイブ版が整うまではこの試合の内容をこの状態でご覧いただくよう何卒ご了承を申し上げたいと思います。さあ試合再開となります。発射防災設備崩壊相手陣19ヤードからサードダウン3。ここで中央でのプレー、見事攻撃権更新です。発射防災設備崩壊ファースター、この距離を託されましたがランニーバック22番の足田、見事に右オフタックル駆け上げまして攻撃権更新です。発射防災設備崩壊ファースター、ここで投入されましたのは22番の足田でした。大阪大学、大阪体育大学出身、エレコムで活躍しておりました
ランニングバックがここで活躍しております。発射防災設備崩壊、相手陣14ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック3番プレイアクションでパスを投じようとしました。ターゲットは空いておりませんでしたが、ダッシュ飛び交う中、見事なフットワークで右に展開しパスをエンドゾーンに投じましたが、これはしかしパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。ここは3番の奥野、かつて甲子園ボールを沸かせました素晴らしいプレーを披露しております。初田防災設備崩壊、セカンドダウン10。さあキャッチアンドランしているがどこまで行くか。ナイスゲーファースター。クォーターバック3番スナップ乱れましたが、これを見事にカバーして左に展開した1番にパス。1番これをキャッチアンドランし、一気にエンドゾーン迫る見事なプレーを決めました。初田防災設備崩壊、ファーストダウン。見事なパスを投じました。クォーターバック3番は奥野、取りました。ワイドレシーバー1番は高尾。高尾は桃山学院大学出身のプレイヤーです。初田防災設備崩壊、相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール。残り4回の攻撃圏でエンドゾーンを狙います。ランニングバック22番見事に中央突破しまして、一気にエンドゾーンを落とし入れたタッチャー。初田防災設備崩壊、6点追加です。見事タッチダウンダウン決めました。ランニングバック22番は芦田、大阪体育大学出身、チームキャプテンです。さあしかしこのトライフォーポイントは失敗となりまして、6点止まりとなっております。暑さ防災設備崩壊20点、磯野スーパースターズ6点です。磯野スーパースターズも奮闘しておりまして、状況を打開図らんとしておりましたが、その状況を初田防災設備崩壊見事振り切ってタッチダウンを重ねまして得点を追加しております。この配信は X2 ウエスト、 X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様そして個人様のご寄付によりましてこの配信は成り立っております。そのご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も継続しております。この配信の説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカート URL がございます。もしその内容にご同意くださいます方々はぜひご協力をお願い申し上げます。さあ得点を挙げました。初田防災設備崩壊のキックオフで試合再開です。さあ磯野リターンに入ります。これもいいターンだ、ナイスリターン。リターナー84番キャッチしましてから左オープンに展開を図り、ブロッカーを生かして一気に切れ上がりました。自陣35ヤードからの攻撃位置を確保しております。さいさい素晴らしいリターンを決めておりましたが、そのスーパースターズ84番の五十嵐、東北大学出身、東北学生リーグで活躍しておりました選手がここでその X で素晴らしいプレーを見せております。さあ文字通りノーネームスーパースターの集団、そのスーパースターズの攻撃、自陣34ヤードからファーストダウン10。パス成功、ナイスキャッチ、ファーストダウン。クォーターバック18番プレッシャーがありましたが、それをかわしてワイドシーバー4番にパス。見事なボディーブームで4番攻撃権更新を果たしています。磯野スーパースターズファーストダウン。
クォーターバック18番は田中、岐阜大学出身、4番の市野も岐阜大学出身です。失礼しました。さあこれによりまして磯野も攻撃権更新しております。ボールオンは自陣49ヤードから磯野スーパースターズファーストアウト。ここでホイッスルが鳴っています。イエローフラッグ反則発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートをしなければいけません。1秒間の静止が求められています。5ヤード抜体しファーストダウンやり直しとなります。磯野スーパースターズ自陣44ヤードからファーストダウン15で試合再開。不成功。クォーターバック18番左にロールアウトし、ワイドレシーバー17番にパスを投じましたが、このパスはわずかにオーバースロー。パス不成功でセカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズ自陣44ヤードからセカンドダウン15。パス不成功。ここでクォーターバック18番ロングパスを投じようとしましたが、このパスのスローインの際にホークアイディフェンスライン陣がこのスローをカットしまして、パス不成功となっています。磯野スーパースターズサードダウンに状況変わります。磯野スーパースターズサードダウン15。不成功。ここで左に展開したワイドレシーバー17番にパスを投じましたが、これは初田防災設備崩壊、ディフェンスバック陣見事なカバーでパス不成功としています。磯野スーパースターズフォースダウンに変わります。磯野スーパースターズフォースダウン15、パントフォーメーションを選択します。ここへリターンに入った。カバーチーム殺到する中、崩壊自陣25ヤードの位置を確保しております。この位置から初田防災設備崩壊の攻撃に変わります。初田防災設備崩壊ファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーを投入しました。これもブロッカー陣の仕事が素晴らしく、約5ヤードのゲインとなっています。失礼しました、ゲイン4ヤードに訂正します。
ここで前半の時間がなくなりました。前半終了。前半終了となりまして、初田防災設備崩壊20点、磯野スーパースターズ6点、初田防災設備崩壊が2タッチダウンのリードを奪う形で前半戦終了となっております。